皆さん、ごきげんよう。腐ったメガネはお嫌いですか？この番組は BLCD を3000枚聞いた BLCD ソムリエの篠先生による BLCD 好き、BLCD に興味がある BLCD の世界に引き込みたい人に向けた BLCD 普及番組です。めっちゃ見てない今日も篠先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はシリーズもののね、一作目っていうのを持ってきてみました。で、シリーズものの両作の中から、高校を舞台にした優等生と不良のキュンキュンする青春ものを、タイトルが、ブルースカイコンプレックスです。5枚ぐらい作品が出てるんだけど、それの今日は1をご紹介したいなと思います。5作で終わってるんですか？いや、まだ原作続いてるんで、出るんじゃないですかね。じゃあ結構長いんですね。はい。静かに本を読める場所が欲しいと願っていた奈良崎は、そんなことから学内で有名な素行不良の生徒寺島のお目付け役に抜擢され、二人きりで放課後の図書室の受付をすることになる。初めこそ会話のない二人であったが、ページをめくる音だけが響く図書室で奈良崎は不思議な空気をはらむ寺島に次第に興味を持ち始める。やがて学校は夏休みに入り、お目付け役もお役御免となるが、もどかしくて不器用で目が離せない恋の行方は。この奈良崎くんっていうのが優等生の方ね、これを佐藤拓也さんが演じていらっしゃいます。素行不良の生徒寺島、これを江口拓也さんが、はじめまして。奈良崎くんがまず主人公なんだけど、教師に頼まれて図書館の受付をすることになったので、図書館の受付にはおまけがついてて、寺島くんっていうヤンキーのお目付け役も兼任だったのね。先生からのさ、信頼が厚いから地獄じゃないか最初は嫌々だったんだけど、毎日放課後の図書室で一緒に過ごすうちに、お互いが読んでる本とか勉強のこととか、いろいろ話をするようになっていくのね。で、1学期が終わると同時に図書館受付の任務も終わって、奈良崎くんはもう夏休み休みに入るともう図書館に行かないのかって寂しく思いながら夏休みを過ごしてたんだけど、夏休み寺島くんに遭遇します。で、寺島くんに期末テストの順位が上がったご褒美をくれってキスをされるんですよ。なんだっておいおい、いきなりどうした？そんな素振りもなく、そんな話もしたことないのに、はい、なぜか、はい、でね、実は不良の寺島くんはゲイで、一緒に受付をする前からちょっと奈良崎くんのことが気になってたのよ。ああ、じゃあ嬉しかったんですね。で、放課後の図書室で一緒に過ごすうちに恋心を寺島くんは募らせていくわけなんですよ。なるほど。で、夏休みが明けて2学期になっても2人は会えば自然に話をしたり、一緒に下校したりして友達としての親密度がこう上昇していくのね。で、その裏で寺島くんは奈良崎に密かに片思いをね、ずっと続けてるわけなんです。これがね、日常をこう丁寧に丁寧に綴っていくから、ゆっくりした会話でこう進んでいく感じなんだけど、高校生ってこんなにキュンキュンするのねっていう、甘酸っぱいみたいな大人になっちゃったらこういう考え方とかね、その程度のことで嫉妬しないよみたいなそんな風にね、なっちゃうね。結構可愛いカップルのお話なんです、今日再生するところはブルースカイコンプレックスの1のディスク1の5とディスク2の1。奈良崎と寺島が2人で本の舞台になった海に行った時、寺島の昔馴染のシンっていう男に出会うのね。で、それに出会ったことで奈良崎くん、寺島くんに嫉妬的な発言をするんです。あばばばば、香ばしいそこからまあしばらく2人は距離を置くんだけど、離れたことで恋を自覚した奈良崎と、好きな気持ちが爆発しそうな寺島のあれこれから、まあ、ちゃんと2人が恋人になるところまでよね。それじゃあ聞いてもらおうか。ごめんなさい、めっちゃケツ見えてるんで、ちょっと待ってもらってあと肛門見て、肛門見してるでは参ります。はい、ゴー。何やば？どれやば？本格的に可愛いな。次はさ、しようよ。おーよよ。今度？一緒に？あー！誰だ？え？あ、お世話になってる人。はい。シロさんが大好きなの。はい。新月さんだ。はい。あ、いや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 。え？どうした？宙を奪いました。なんでなん？喋ってもうちょっと。やってくださいよ、新月さん。あら。あら。あら。あった？え？まあ。ブルースカイコンプレックスは大きな事件や山場は少なく、日常が淡々と描かれたストーリーですが、男の子たちのリアリティのある自然な会話と間合いの妙にセンスが光る作品です。原作漫画では根元や口元の微妙な変化で表現されていたような微細な心理描写を演者の皆さんが丁寧に繊細に声の表情に乗せていて、会話の間や掛け合いもとても自然、格好をつけないリアルな日常会話劇に仕上がっています。受けの寺島くんを演じるのは江口拓也さん。寺島くんは素行不良のヤンキーから想像できる王道キャラとはちょっと違って、読書も苦にならない、遊んではいるけどオラオラしてないニュータイプの不良。攻め役の方が多い江口さんが演じること
ことで青臭さのある高校生の寺島くんに男らしさと色気が加わった気がします。ヤンキーに必須要素のツンデレは寺島くんにももちろんあるんですけど、基本がローテーションなので突然のツンデレは破壊力抜群。モノローグで彼があれこれ考えちゃってるのを分かってはいても歓声を上げそうになるほど可愛らしくて燃えます。中低音の声の受けが好物なので江口さんの受け役を今後もお待ちしています。攻めの楢崎くんを演じるのは佐藤拓也さん。次期 BL 皇太子は里拓さんしかいないでしょうというくらい声も良ければお芝居も上手い。どんな受けも攻めもかかってこいやーな方なので、毎回どんな風に演じられるのかとても楽しみなんですが、この作品では里拓さんの卓越した性の演技スキルで見せてくださってます。楢崎くんは寺島くんよりもテンションが低くて声も張らない。感情の起伏もあまり大きくはない。制約がある中で微細な感情の機微を表現していくのがどんなに技術のいることか。また寺島くんへの独占欲を募らせる場面では、抑えた中での感情の発露が怖さを感じるほどで、楢崎くんの愛情の大きさを暗に示しているのかなと思ったりして、全てのお芝居に称賛しかありません。家族にバレないようにと声を潜めて会話を交わすシーンはぜひヘッドホンで聞いてほしい。口説き文句じゃないのに、どうしてそんなにエロいの、私誘われてるのって気分になります。見事に里拓さんの魅力にはめられてますね。そして寺島くんの相談役でアテンマポジションの新役は新垣樽介さん。ひょうひょうとしていてチャラいのに根はいいお兄さん。新が登場するたびにテンションが急上昇です。こういう新垣さんに転がされたい。青春ものなのに安入な風情が独特で、作品全体に漂う落ち着いた雰囲気も相まって、全ての表現に何か意図があるんだろうと思ってじっくり聞き入ってしまう。何でもないことでも好きな相手と一緒なら幸せなんだなぁと改めて感じさせてくれる良作です。キャストは豪華で、音響監督さん脚本家さんも安定の夫人なので、シリーズ通してぜひ聞いていただきたいです。ダーリン来たよ。おーっと、ここに来ました。大丈夫なの。おぉ早く言え。一番格好悪いタイプの子が、これはチンコがイライラしてるやつ。なかなか寝ない。寝ない。修学旅行なのかな。はい、おー終わってしもった。はい、最初に言うことは、未成年はお酒を飲んではいけません。バーに行くべきではありません。また来いよとか言っちゃいけません。目をつぶっていただいてですね、あの江口拓也さん、うん、あのキャラやってるなとかピンとこなかったんですけど、うん、なんかこう聞いてたら佐藤拓也さんも、まあ拓也拓也ですけどダブル拓也さんですね。なんかあの両方とも結構低めのトーンで、うん、聞き心地がいいというか、あ耳にさ心地の良い低音がずっと流れてきてる、うん、どっちもなんでね、うん、2人ともそんなハイテンションな感じではないっていうのも、うんうん、相まって日常聞いてるだけだけど、ちょっとおとなしい子たちなのかなと思いきや、ところどころのモノローグが外に出てくるものはすっごくローテンションなんだけど、うちで思ってることはそれなりにエッチなことも考えてるし、モダ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 してるし、会えれば嬉しい中で爆発してるんだよね。ところどころ本当純情な高校生の顔が見えて、そんなことで喜んじゃうのみたいな、帰りに遭遇できたやったみたいな、でも一緒に帰れないなんだみたいな、その子の高低差みたいなのじゃね、すごく高校生あるなって、うん、でまた楢崎くんが意外と何考えてるか分かんない、こうミステリアスな雰囲気のまんまなんとかくっつけましたけど、でもところどころで人との会話で、あやっぱあれ疑問に思ってたんだけど出てきて、なんかどっちも本心出さないからもうモダモダする。最終的に、まあ、くっつくとこまでを今聞かせてもらったわけですけど、くっつく決定打は楢崎くんが出してるじゃないですか。よくやったと思って、今まで何考えてるか全然分かんなかったのに突然ここに来てナイスアシストするやんみたいな、最後のあのくっつくまでの流れリアリティあって、なんかすごい逆に怖かった。本当にくっつける大丈夫みたいなまさかのそこでね、どんでん返し来るかもみたいな。いやいや、なんかここでも本心をお互い出さないで、うん、もうここで話さなきゃ終わりよっていうところまで行って、うんうん、本心出さないかと思いましたよ両方。3分の1の純情な感情も伝わらない系の順調は順調なのにね。そう、もう全然伝わらない。3分の1も伝わってない。喋れ、はい、本心で。でもディスク2になるとね、まあ楢崎くん、君はこんなに寺島くんのこと好きだったんかっていうのが分かるぐらいにめちゃめちゃ嫉妬するし執着するし、だからね、どんどんね楢崎の愛が分かっていくんですよ。あとね、途中で出てきた友達のシン、新垣さんがやってるシンですよ。めちゃくちゃ良かったですね。煽る系のね、当て馬をしたりするんだけど、悪い人ではないんです。友達に欲しいタイプの人だった、うん、だから近くにね一人欲しい。でもなんかさっきちょこちょこ話聞いたら、なんか過去に寺島には結構ちょこちょこ手を出してる感があるんですよね、はい、いい当て馬だったな。そして今後も当て馬なんだな。うん、それは変わらない。なんか全体的にすごい良かった。あとやっぱスローテンポって言ってましたけど、本当にもうもどかしいってなるから学生の恋愛って全体的にも
モダモダするよねって思いましたね、うん、ああじゃないかなこうじゃないかなっていう考えてることに対してのジャッジメントが大人の方が早いじゃん。あそうですね、経験値もあるんでしょうね、うん、だからそういう意味ではなんかどっちも本心を出すのがやっぱ怖いんだろうなっていうところが若さを感じるいやだキスをさ何回もされてそれが嫌じゃないっていうことってさ、うんまあ、だいぶ、まあ、大人になってくると嫌じゃないってことは私あの人のこと好きなんだとか思い当たるじゃん。そもそも嫌だったら最初にされそうになった時にもう拒むだろうなっていう脳みそが出来上がってるんで大人の私でも、うん、だからこういう高校生が、まあ、男の子同士だけどキスされましたなんか嫌じゃないなんでだろうに私なるかなってそこまでもう時を戻せないですね。ただ奈良崎くんは真面目っていうのもあって悩んだんだなって。でもちゃんと二人きりになった時に相手酔ってんのに割と真剣な話して偉いなと思って相手が酔ってる理由もそれよみたいな本当そうなのよ。で寺島くんも手を出したんだったらもうちょっとアピロアピロとアピロなんか行動に出してるから分かるだろうみたいな。でも男性的ですよねそっちの方が、なんか言わなくても分かるでしょっていう、くっつく時の話し方とかも、もうあんな何回もしてたら好きじゃんみたいな告白ってか暴露だよね確かにそのセルフ暴露その前にさしんくんにちゃんと好きとかって言ったのかって言われてんのにもかかわらず、いやだからあの時のねしんさんの言い方も大人ですよね。やっぱ分かる、言ってくださいよしんがきの兄貴って私多分言ってましたモボおじさんみたいな感じで。で佐藤拓也さんが落ち着いてる役っていうのもあるんですけど、まあ、家族が家にいるからちょっと近づいて声を小さめで話そうみたいな、あん時のささやきダメだよって思いました。そんな普段キスされるような相手と一緒に同じ部屋にいるのにそんなささやき声で喋ってみたいな、もうあれ告白がなかったとしてもあこいつ落としに来てるなって思うよね、うん、いけないんだってそうだよ、もう一番エロいのはね奈良崎くんなんだよ。声がずるいっていうのがありましたね。ここからまた続いていくってことなんですよね。そうでね、もう今大学生になって2人一緒に暮らしてる。うわー、うん、えよかったね実家から抜け出せて。本当だよ、小声で喋らなくていいぞ。そうだよ、し放題だよ。なーによどんどん聞いていくとまた一番初めに戻ってこのモダモダが来た。あーなるほど、今日も篠野先生ありがとうございました。ありがとうございましたね。あと初めての江口拓也さん、はい、やってらっしゃるんだっていうのも私今日初めて知ったんで、はい、今後また出会える時が来るのかな。また次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう